リチャード・プライヤーは、アメリカ合衆国のコメディアン、俳優。アメリカ合衆国入りの異種出身。売春宿で生まれ育ち、7歳で、ナイトクラブに、ドラマーとして出演。14歳で学校を抜け出し、コメディクラブの清掃員になった。高校卒業後アメリカ陸軍に入り、2年後に除隊。その後、スタンダップコメディアンとして、全米各地のナイトクラブを巡業するようになる。 1966年頃から、江戸サリバンショー等に出演した。プライヤーは、初期の頃から、スタンダップコメディにおいて、ニガーや、マザーファッカーなど、米国では通常使用がためらわれる強い秘語を多く、使っていた。しかし、その内容は、彼の鋭い人間観察を反映しており、アメリカ社会に救う、黒人差別を逆手に取った過激なものである。 1960年代後半から1980年代にかけてプライヤーは映画にも多数出演し、特に1970年代後半からはジーン・ワイルダーとのコンビで大陸横断超特急などのヒット作を生み出した。エディ・マーフィやクリス・ロックなど多くのスタンダップコメディアンに影響を与えたことから、プライヤーはこの時代における最も偉大なスタンダップコメディアンの一人とみなされることが多く、 ジェリー・サインフェルドは、プライヤーを、スタンダップコメディにおける、ピカソンのような存在と呼んでいる。プライヤーは、エミー賞と5回のグラミー賞を受賞した。1974年には、アメリカン・アカデミー・オブ・ユーモア賞とライターズ・ギールド・オブ、アメリカ賞も受賞した。アメリカのユーモアのための、初めてのケネディ・センター・マーク・トウェイン賞が1998年に彼に贈られた。長年あるコールや、 薬物の依存に苦しんだことでも知られ、1980年6月9日、映画、オンボロバスト8人の子供たちの制作中に、コカイン用の影響下で、自らの体に75度のラム酒をかけて火をつけ、全身の50%以上に及ぶ大火けを負い、一時活動を休止するという事件を起こしている。1985年頃からは多発性硬化症の、 ため20年にわたる闘病生活を送っていたが、2005年12月10日、心臓疾患のため、ロサンゼルス郊外の病院で死去。65歳没。リチャード・プライアー。IMDb2018 年8月14日、閲覧。CNN.com ゾーズ・ウィー・ロスト・ディセンバー 28?2005 リチャード・プライアー・ライブ・オン・ザ・サンセット・ストリップ日本未公開、ソウル。 ブラックムービー、ブラックムービー、2013年12月22日、閲覧。スタークレイジー、フル本道楽堂、2013年12月22日、閲覧。ありがとうございます。